出てる出てる、はい、いやーすいません、やっと入りました。なんか設定がなぜか変わってて申し訳ない。ハクメン、ノエル・ヴェルミリアン、わしが育てた。あ、シャイボーイ、青の力。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. さあ、本日決勝戦です。決勝戦です。音入りました。ごめんなさい、本当。録画には入ってるんで、一応。さあ、ああやってるのは忍の千葉くん。少しから 4D 吹っ飛ばして、少し。これ6B。からの投げ抜けて、さあ頭5つ4つにして端から逃げる、小判返せ、2C、ダウンです。おー、しっかりガードしているか、投げ抜けて、ジャンプ C、カウンタージャンプ C、 おっとうまい、 B、A、 小判返してから2C。 さああそこは千葉くん最近 2C から入れ込んじゃってるからもったいないよ。落としている。さあ、打ってね。5番、3C。からの。前せ。ジャンプ C。5番、ジャンピーから。2C。上げた。ジャンピーから。5番。連覇。2D から。3C。チップ残っているが、さあ1個結構きついですね。さあ 4D で打って、さあ下段当たっている。さあ OD で止めて、いやー 4D、 4DB で潰す。全日予選とかあるのか、あくれば。あ、そうなんだ。まあ、被るんだね。どっち、まあ、原くんワンチャン予選出てほしいけどね、俺はね。全然取れると思うから。本当に、そうそう。たまには褒めてみたいな。まあ、後で落とすときにいっぱい褒めといた方が楽しいかな。2A、2C、5番、2A、2C、5番、2B、上げて。そうね、大体のワンコンボで2ターン回収っていう感じなんだけど。まあ、リターン取れないんだよね、投げ以外が。まあ、細かくいって、時間かけてさ、まあ、ためればいいんじゃないかなと思うんだけど。さあ、コンボができなくて。すいません。くれ。あ、これ強い。さあ、まず勝ってるな、千葉くん。あ、いいよいいよ、別に。椅子いっぱいあるから。まあ、確かに。少女。いやー、さざなみくんが本当にへこんでてね。すいません、僕、何もできなかったですって。そう。まあ、タモさんと千葉くんだったからね、ちょっときついよね。そうね。 Please select your character. あー、でも、まあ、タモさんは俺がぐちゃぐちゃにしたけどそう、肘っつって、これ乾燥しても死なないじゃんっていう時は肘肘だから。そう。さあ、まあ、キャラ的には全然小粒先生っぽいけど、まあ松さんなんでね。わかんない。何ある。怖いんだけど。怖いんだけど松さん。いや、怖いんだけど。死ねーって。
そうなの？ミュウの方がきついけど。まあ確かに確かにそれはあるかな。あ、B？ シャナベ B？ あ、6やね。あ、なるほどね。全部下段出せんだ。ああいううち、あのチャンシーが強くて、あのチャンシーで3回くらい食らってきつかったんだけど、マジでコパン出したよね、思わず。全然ダメっつって。まさまじ知らないこといっぱいあるからね。まさまじ知らないこといっぱいあるけど、全然強くて。そう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 。え、このゲーム2億機あるのとか言ってるからね。昔ね、昔っていうかゴッツの後だけどね、松田のゴッツ14勝した後にこのゲーム置き上がり3種類しかないからどれか当てるの結構楽だよねとか言ってて、4種類あってみたいな。そうそう、弱いけどね。で、なんでロッチさんの合唱結果あんな置き上がりすぐ出るんですかとか言ってて、いやあれ2置きなんすよつって、2置きって何ですかみたいな。そう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 。そう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 、すぐ出ますよねっつって。確かに。そう、ほんとめちゃくちゃ強いからそれでね。さあこの下段が届かなさそうで、届かーっとボタン、これ先に取ってるのは千葉くんじゃない？そうだね。だからこれ松さんが勝っちゃえばもう おしまいでございます。もうおしまいじゃん、もうおしまいじゃん。あっとワンチャンス、ワンチャンス、いや、いいやっぱ、いいやっぱ連打して、あっとワンチャン、さあ、ここからギリタッチ C2C、3C、6C、じゃねえ、剣からオークセメン、下段、下段、中段、下段、さあ、原くんも全部当たるからしょうがない。さあ、オクラス 2C からゆっくり固めていく、相打ち、相打ち、最後はジャンプ手打ち、勝ったのは松さんということで、本日の優勝は、あー、松さんです、おめでとうございます。なんだよあいつ、なんだよあいつ。まあ本日の優勝は千葉くんのハグメと松さんのマゴトです、おめでとうございます。本当にそれは強いね。これここはどっちが戦ったの？あ、違うか、こっちか。なんだよ、あ、マジでそういうこともあるんだね。押してくんだよ。じゃあ、D 筐体も設定変えますので、ぜひのじゃあやっていってください。Select your character. Tsubaki Yayoi. New challenger.
Please select your character.Makoto Nanaya. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. Uke na seiken. Seiken na. 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 Seiken na.これから一度下がるわ。あなたに私の苦しみ。Rebel 2! Action! 逃がさない Select your character. New 13. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. こちらにスタート。
対抗戦の話千葉くん持ってきてくれて、あ、そうそう、結構出たい人いっぱいいるからどうしようかなと思って考えてるんだけど、そうね、いいよね、楽しいと思う、すげえ、確かに確かに、本当にそうね、それあるね、確かに、あー、なんか高いね、あなたに私のクリップレボー4アクション、僕、原くん、小鶴先生、玉立て、で、個人的にはバブカツくんなんだけど、ちょっとわかんないっすわ、一応5月にはなる、カレンダー、カレンダーどこ行った方がいいんだ、あ、Google カレンダーで全然良かったけど、まあいいや、あー、うざくて、あ、俺もわかんねえんだ、そうそう、で、3、4、5、6まで休みだよね、ゴールデンウィークは6まであるんだけど、その、まあ、ここでやるんだと別にまあいいんだけど、ここでも、大丈夫かな、それうん、すごくかっこいい、うん、町田はそうね、八王子と町田は全然、いや、決めない方がいいと思う、うん、いろいろ大会あるから、ブレイブル絡みはね、3と4があったはず、あ、そう、5なんだっけ、確か5オンか、あ、そうなんだ、あ、確かに、確かに、レイチェル・アルカード、立川勢も面白いんだけどな、立川勢って今誰、立川勢って今誰がいるのかな、俺のイメージだと、あの、高博さんとヒカルさんと畑山さんと、あと誰、まあ、羽さんとか、あー、はいはい、あー、はい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 、そうそうそう、あ、地域対抗5オンやろうかなと思ったんだけど、あ、そうそうそう、まあ、立川に声かけたら俺ビビってるんでそうそうそう、怖え怖え、
きついなぁ、いきなりきつくなったなぁ。確かにきつい、きつい。大黒松原松田次郎とかかな。俺はちょっと怖い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 んでつまたまた確かにあまねいいよね。知らんか。おっと、もうやめておきなさい。レベル2アクション。そうね。あ、てかビッグバンの3-4もあんのかどうかわかんないよ。私たちは今ビッグワンさんで3-4があるっていう情報をキャッチしまして、多分3-4だと思うんだけど、菅谷さんが言ってるんだけど時間もわかんないしみたいな。あ、出た。はい。あれですか。え、僕にですか。助かります、ほんと。あ、この方ですか。あ、違う。あ、これリンさんで、全然リンさんで、全然知らない人がリプライ飛んできてて知ってないかな、ビッグワンに。あ、ごめん、高木さん今見ました、リプライ。ごめんなさい、僕見てないんですよ、あんまり飛んできてないですね。申し訳ないです、わざわざありがとうございます。そう、俺じゃないかもしれない。